燃料タンクはまだ大丈夫でした。はい、別チャンネルです。こちら 50cc のスクーターでヤマハさんのねギアになります。まあビジネスモデルなのでお仕事でね使われることが多い車両になりますが、でパッと見ねシートにカバーもかかってて外見もね、整ってまして、あれ新車かなとも思われるかもしれませんが、よくよく見るとねちょっとくすんでまして、まあこちら車両はね新聞屋さんでメインに使っている車両のまあスペアですね。何かあった時のため用に新車で下ろされていたスクーターになりますが、まあ下ろしてね2年経ってて、いざちょっと使おうかと思うとエンジンが始動しないということでねお預かりとなっておりますが、まあやそのようにねやっぱりね長いこと置いてるとね、車両の方も傷んでしまって動かなくなってしまうので、やはりね機械物はねたまに動かすのがいいですよね。でこの 50cc のスクーター、いやまあヤマハさんのギアももう生産が終了となるということで最終モデルね、今発売されておりますが、なぜか最終モデルになると金額がね少しばかり上がっておりましたが、まあ商売なのでね1円でも高く売りたいというのはね、どこも一緒だとは思いますけれども、まあこちら車両もね販売が終了して、まあ、ヤマハさんもね、ミスミス、このね、ビジネスモデルの車両のお客様をね、話すわけにはいきませんので、まあ、とりあえずは代替えの車両、ね、としまして、電動の、ホンダさんのね、ベンディーですかね、あの、電動のスクーターの方を、また、タクトと、ね、ジョグと、OEM でありましたけれども、まあ、ああいう感じで、契約の方は、進んでいるようでございますが、ですので、こちらねギアの後継としましては、ホンダのベンディー EE の方がね電動のスクーターの方がまあ一つの候補としてあるようです。他にもね 50cc のスクーターありまして、そちらの方はね125のモデルをね、こうパワーダウンして 50cc のまあ、企画でね販売するということも話がね進んでいるようですが、となりますと今のね現行の 50cc のモデル販売終了になると、ほら後々高くなるんじゃないかいうことでね、今のうち買っておいてしばらく寝かしておいてね、時期が来たら売ろうかという方もねいらっしゃるかと思いますが、まあこちら車両の方にね長期で置いているとやっぱり車両の方ね傷んでしまいますので、でまあバッテリーだけだとねいいんですけれども、まあ最近の車両はね燃料噴射になってましてね、燃料タンクの中には燃料ポンプがあったり、まあこちら車両はね燃料タンクの方はまあ満タンにしていて傷んではおりませんでしたので、多分ねまあ燃料抜き替えとバッテリー交換でね始動できるようにはなるとは思いますが、燃料ポンプですとかインジェクション関係ね、そのあたりが詰まってしまったり腐食してしまうと、まあキャブレターのようにねちょっと掃除してすぐエンジン始動というわけにはいきませんのでね、高額修理となってしまいますので、まあちょっとね欲を出して置いておいて売ろうかなとした時にはまた高額の修理がかかったりしますので、まああんまりね 50cc のモデルを買っておいて寝かして儲かるかないうのはあんまり期待した方がいいかなと。まあ20年30年持ってればね、をこれまだあったのかいうことでね、ちょっと目を引くかもしれませんけども、まあその時もねメーカー出荷時の状態ですよね。もう納車や整備してしまうとね、ちょっと魅力がなくなってしまいますけども、工場出荷のままでね、こう保護テープがついていたりですとか、まあマフラーにね、プロテクターがついていたり、傷防止のね、そういった状態で、未整備の新車状態で持っていると、まあ20年、30年経った時に、お、これはっていうことでね、ちょっと注目されるかもしれませんが、まあまあ納車整備してね、持っておくと、やっぱり傷んだりするんで、あんまりね、おすすめじゃありませんので、あとね、50cc のモデルがやはりね品薄とかになってきて、まあ今でもねもうほとんど入手困難な状態にはなっておりますが、やはりね 125cc のモデルをまあ 50cc の枠で販売するとなると車格がねどうしても大きくなってしまっていて、で
50cc の車体に慣れたお客様ですとね、やはり年配の女性の方とかね、軽い車体で小ぶりな車両で乗り慣れているとやっぱり大柄な、ね、車両がちょっと乗りにくかったりいうのもあったりしますんで、まあそういったお客様にはね、もう最後これで買い替えておきますかいうね、おすすめもできたりするんですけども、そういう買い占めがね起きてしまうとね、おすすめする車両も入手できないということになってしまいますので、まあ中古車がねあれば中古車でいいだろうという方はいらっしゃいますが、中古車もねボロはいくらでもあるんですけれども、程度のいいねそこそこの車両というのは皆さんねやっぱりこう話したくないのでね、時点でねお客様に提供したいお店がほとんどですので、なかなかねこう出回ってきませんのでね、まあそういうことからもね、欲しい方に欲しい車両をね、まあ最後ですけれどもこう買っていただくというのがねよろしいかと思いますので、まあお店の方もお客様の方もね、まあ最後だからちょっと買っておこうかということでね、買うのはちょっとやめておいていただいて、まあもともとね数が少ないですよね、欲しい方にね最後こう届くようにね販売していただけたらと思います。まあお米も水もね急に物がなくなったりしますんでね、でなんで消えたかというと、まあほとんどね買い占めだったりいうこともありますので、で欲しい人のところにはね、物が届かないということになってしまいます。まあそれがね一番困りますよね、欲しい人のところにね欲しいものが届かないというのが一番困りますので、まあ投資目的でね、購入するのはぜひともね、ちょっと控えていただきたいと思います。まあ前のね、ダックスとかね、CT125 も一時期品薄になってね、あちこち声かけておいて入ったところからね、買おうというお客様もいらっしゃったりしますけども、結局ね、流通の方がね、ちゃんとね、車両の方がこう行き渡るようになると車両の方は余ってきて、新車がね、ということで、50cc の、ね、エンジン付きの車両販売の方が終了してしまいますけれども、買い占めだけはね、控えていただきたいというお話でございました。まあ水もねお米も皆さんね困りましたので、まあ 50cc のスクーターは、うん、ねそういったことのないようにね、最後ねきっちり販売していただきたいと思います。ということでご視聴ありがとうございました。